はい、佐久間です。今日はですね、ここの、マンダリンオリエンタルホテルのですね、アフタヌーンティー、こちらをですねお届けしたいなと思いますんで、早速行ってみましょう。アイスクリーム系なんで食べますよ。なんかダージリンティーとストロベリーのなんかアイスらしいです。うん、ストロベリーです。ダージリンあんま感じないですね。めちゃくちゃ美味しいですよ。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。もしね、参考になっていただけたら、いいねと、コメントの方よろしくお願いします。また、チャンネル登録もお願いいたします。